瓦礫の中から救い出された聖母マリア像。アメリカによる原爆投下の標的となった長崎市。豊臣から明治初期に至る400年にわたって迫害と弾圧に耐えて信仰を守り続けた日本のカトリック教徒にとって、長崎市は受難の地である。第二次世界大戦末期の1945年8月9日、アメリカはカトリック信者が穏やかにつつましく信仰を守って暮らしてきたこの町に原子爆弾を投下した。原爆の投下によって廃墟と化した浦上天主堂。その瓦礫の中から救い出された聖母マリア像。浦上のカトリック信者にとって特別なお堂を建立し、聖母マリア像を安置している。静かに無言であの日の惨劇を今に伝える聖母マリア像。核廃絶の象徴となっている。